はい、こんにちは。昨日もね、撮影に入ったんですけど、2号箱穴っていうことで、昨日ね撮影してたんしたんですけど、どうもね、家に帰って編集をしようかとしたところ、なぜだか画像がグラグラしてしまってね、とてもちょっと使えるようなものでなかったので、途中で編集を諦めてしまいました。でね、見ると周りに、痕跡らしきものがね、おそらくタヌキであろうっていう話をしてたんですけど、どうもねイノシシがねトレイルを見たところ来てるみたいなんですね。でしかも3頭も来てる、ようです。その他に映っていたのがやっぱりタヌキが来ていてね、トレイル仕掛けてあるんですけど、ちょうどねこの杉の木ですね、この杉の木のそこら辺ですねから、そこら辺までねちょこっとねなんか来てるような感じなので、トレイルのね中身の映像とちょっとこっちのトレイルの方もなんだか電池がないのか、トリガースピード、シャッター切るまでのね、あれがあまりにも短いと電圧落っこって、画像はね、短く、映されるっていうのは、これのトレイルが分かりましたんでね、おそらくね、電池がね、ないのかなと。思います。で今日持って行って、取り替えて、またね昼間ここに置きに来ようかなと思います。ここほんとね、だいたいイノシシが来れば周りをどっかしら必ずほじってるっていうのがねよく分かったんですけど、ここのところはねイノシシがね周りをほじってる形跡が全然見当たらないんですよね。だからまあ、いつもね遠目に見てイノシシが、なんかをねまくり上げたっていうようなのがね見えればね分かったんですけど、全然ねそういう杉の葉をねイノシシがまくり上げてればね結構わかるんですけど、土を掘り返した跡が全然見当たらないんですけど、間違いなくここにも来ています。でこの2号箱穴の方は、再生リストとして、設置から誘引そして捕獲までっていうことの、シリーズものの捕獲まで行かれるのかどうか分かりませんけど、そういった形で有害駆除の動画の再生リストではなく、そういう再生リストに、してあります。どれぐらいでね設置から誘引ができて、捕獲まで行かれるのかっていうことをね、周りを見ても本当に来てるようなねイノシシがね来てるような本当に、ただ この杉の木のここら辺ですね、ここら辺と少しここら辺で、目の前で映ってるんでね、
ちょっとね、今日、昨日雨降っちゃったんで、後でまたぬかをきちっと目の前に置いて、一番奥へね、置いて、またきちっと仕掛け直したいと思います。結構雨でビタビタになっちゃってるんで、なかなかね、まだ雨で濡れてるんで、ちょっと分かりづらいですね。ただ、来てることはね、間違いないんでね。よし。掘り返したね。ガン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 ね。トレーの方には、3頭イノシシを映ってました。まあそれで3頭映ってた中で、びっくりすることに、イノシシがね、そこのところ、その杉の木のところで、交尾を始めちゃったりなんかしてね、これも本当にね、初めて見ました。トレイルカメラで映ってます。トレイルの方もね、その動画の方が、なんかね、細かく軌道再生、軌道再生の連続繰り返しだと、なんかちょっとやっぱり電圧が低かったりなんかするとおかしくなっちゃうみたいなんで、今ね、トレイルの方を持って、電池をね、また充電して、今日中にね、セットして、ぬかをね、またきちっと入れて、入り口のところにきちっと入れて、今日はね、セットし直します。そういうわけでね、今また撮り直しなんですけど、引き続きトレイルの映像を見てください。